あ、ポちゃん、もうここの沢枯れて沢じゃなくなってました。これ第2の沢。うん。沢がない。まあ沢がないということで。ね。水が溜まってますね。これポンちゃん、吹きの花よ。ほら、タンポポみたいにね、飛んでいくのね。かわいいね。かわいいよね。もうここまで来るとね、食べる人はあんまりいないみたいだけどね。吹きのトンさん。これからは吹きさんの方ですね。うん、この辺がね、ちょっとね、雪でね、削られてスラブ状になってます。その中にね、カタクリも咲いてるね、ポンちゃん。カタクリも咲いてます。うん。あんな岩肌なのにカタクリが咲いてるなんてね。うん。上の方にもね、なんか白い花がいっぱいあるよ、ポンちゃん。ちょっと行ってみるね。はい、ああ、さっきと同じお花だな。うん、おう、カタクリも咲いてるよ、ポンちゃん。ここにもほら、カタクリさん。もうでもカタクリさん終わりだな。だいぶ、うん。違う紫色の花もね。うん、スミレみたいなのね。そうそうそう、スミレみたいな。うん、スミレかな。スミレみたいな。ね。多分スミレだよね。うん、うん。いっぱい咲いてる。これからはもうお花の時期でね。雪が溶けたらもうどんどん咲いてくるよね。あと2時間40分やって、ポンちゃん。はい。水も美味しい。お水美味しいじゃん。冷たいお水が。ちょっと飲むとな。最初はぬるいや。このホースの部分はな。うん、でも飲むと氷水の部分が来ると冷たくて気持ちいい。ね。うん、活力を与えてくれるな。ね、はい、森の中ですね。ああ、ちょっと小広いところ。あとね、30分ぐらいで大森かな。大森山。そんな感じです。はい。これもね、ポンちゃん、見て。かわいいね。うん。白いね、花が下向いてね、うん、愛らしいんですよ。蜜葉みたいなね、葉っぱでね、なんていうのかね。暑なってきたで。暑くなってきたで。うん、暑い。暑いやろ。バテる。メガネが曇るで。うん、曇る。あ、三つ目の沢です。ここがね、三つ目の沢。ああ、沢のお水が冷たくて気持ちいいで、ポンちゃん。そうね、まだね、ちょっとだけ残ってるね。ポンちゃん、はい、ここがですね、はい、大森山って言ってね、大森山一番最初のピークです、はい、ここからね、あと稜線歩き、はい、上がったり登ったり上がったり登ったりで、うん、天越峰を越えて、天越峰、うん、そして三日倉岳、はい、まあここまでがきついって感じでね、あと3分の1ですね。結構設計残ってる、ね、設計が残ってるね。ポンちゃん、あ、井出さんが見える。あ、井出さん見えるね、うん、やっぱり井出さんの雪は深いで、すごいね。そっちのね、尾根がね、栄太郎振動で、あの蝉ヶ平コースね。蝉ヶ平コース、はい、あの尾根を登ってくるよ。すごい。それでずっと行って、僕らが行くとこと雨乞いにね、ね、すごいね。すごいよ、険しいね。あ、その合流地点がね、どこ？あの合流のね、この上、向こうの栄太郎振動からぶつかってるところ辺が天越峰ね。ほーら、ポンちゃーん。ポンちゃん。
ヤマツツジさんと、白い花。白い花はね、アジサイさんのね、ヤマアジサイか、違うやつ。こんな感じで。至近距離。ああ、いっぱい咲いてますね。写真館、ポンちゃん。ああ、暑いで、ポンちゃん。ああ、あともう少しやろ。もう少しやろ。このまま、もうこれがあれや、雨乞い峰。いや、いい景色。下の方が全部見えるね、ポンちゃん。うん。井出さんも見えるよ。うん、ほら、ポンちゃん、岩鏡さんですね。うん。ああ、まだ設計が残ってますね。うん。ポンポポンポポンポンちゃん。あーちゃん、私の花取ってきた。おお。あ、ここにも岩鏡。岩鏡な、うん。上の方に来るとやっぱり岩鏡が多いね。多いね。ポンちゃん、はい、最初の時さ、ここまで来たよ。ああ。ね。そうでしょ、うん、で、あれが多分頂上だよねって言ってさ、ここから時間がないから帰りましょうって言ってさ、三田倉だけ見て帰った。そうでしょ、うん、やっぱりあれが頂上なの、ね、そうやった、ポンちゃん。三田倉だけさ、こんにちは。久々にやってまいりましたで、うわ、木が横たわっとる。ポンちゃん。すごい。栄太郎振動はあれや。あ、誰か、そのね、その尾根あるやろ、うん、あれを来るんや。お、険しいなぁ。ここからか、いや、向こうの下からや。ちゃうちゃう、行くのはここ、この道。ああ、この、どこにあるの、この道みたいやな、ポンちゃん。この道やで、ポンちゃん。さすが、よくわかったな。ほんとだ。この、ここや。ここってことは、ここが雨乞い峰やな。うん、あ、すごい、ポンちゃん、ほら、見て、この花が。あの、あれよ、シャクナゲさんだ。山美人だ。シャクナゲ、シャクナゲさん咲いとるで。ここがね、雨乞い峰、ね。すごいね、ポンちゃん。こっから来るんだよ。こっから来るの？うん。すごいね。あそこみたいね、西黒岩尾根。ああ。西黒よりすごいんじゃないの？どっちがどっちとも言えんね。言えんね。でもこの絶景は、あの西黒岩尾根を思い出させるね。うん、もう、なんていうの、うん、ナイフリッジ尾根だね。ナイフリッジ。うん。すごい。ナイフリッジ尾根。ここはでもあんまり人通ってないみたいね、草が。結構あるよ。あの、こっちほどじゃないけど、うん、ちゃんと道になっとる。道になっとる？うん。でもなんか途中ね、ずり落ちそうなとこがあるらしいよね。うん、ぐちゃぐちゃやぶやぶ。ぐちゃぐちゃやぶやぶやで、ポンちゃん。うわ、何これ、あんちゃん。見て。見たこれ。かぶきの花？おぉ。なんでしょうね。拳の花かな。いやー、これカエルかなんかの卵ですよ。卵？うん。卵、卵。何かの卵や。な。卵。卵やと思うよ。ヤブを行くで、ポンちゃん。いやー、ポンちゃん。はい。もうちょいのとこに来ましたよ。しんどい。きつい山。でも楽しいね。ああ。きつい山ほど楽しいもんや。拳がいっぱい咲いとるね。はい、頂上のね、すぐ手前なんですけど、
祠が、祠があってね、丸い鏡が祀られているので、二原山神社でしょうか。ぽんちゃん、最後の最後やで。ガンバガンバはい。よいしょ。おー、すごい。ほら。頂上手前のね、頂上手前ってこんな感じ。すごいよ、ポンちゃん。眺望がね、右も左も、谷で切れ落ちております。でもこの辺はね、草がいっぱいあるからありがたいね。これ草なかったらね、剣ヶ峰みたいに怖いよね。すごい。最後のピーク登ってみますよ、ポンちゃん。すごい痩せおね。痩せおねですね。到着。おっちゃん、頂上だよ。うん、まだ三角点タッチしてないからね。すごい景色。今日はまたね、まあまあだね。ちょっと雲がガスかかってるけどね、ポンちゃん。まあまあですよ。まあ風もないしね。風もないしね。北倉岳山頂だ。てっぺん来たぞ。ポンちゃん。あんちゃん。三角点。ターチ。ポンちゃんも。タッチ。ああ、ポちゃん。あんちゃん。来ましたよ。三角点。タッチ、おめでとう。おめでとう。はい、今日のお弁当。お弁当。スパムとね、卵焼きとね、あとね、アスパラ。炒めてきた。それにね、キムチ。キムチ。ね。でね、ほら、ご飯がこれね。これ、梅干しご飯。ね。七分漬きです。それにね、キャラブキが入ってる。うん、キャラブキ、梅干しとキャラブキで、このデザートと果汁たっぷり甘いの。すごい、甘い。